こんにちは。今日は久しぶりの購入品動画をあげたいと思います。先ほどからございますこちら、初めてマイクなるものを買ってみました。メーカーはシュアさんっていうところなんですけども、こちらは主にパソコンとかでも専用接続端子と合わせてつなげられて入力できるみたいですし、あとカラオケでも使えるそうなマイクだそうなので買ってみました。ちょっと開けてみましょうか。ちなみにこちらのマイクは、世界中のから支持されているマイクらしく、実は世界会議とかでもこういったシュアっていうシュアさんのメーカーが広く使われているそうです。結構音質がいいということで定評なのでしょう。こちら開けますでしょうか。そうですね。すでにちょっといろいろ開封してるんですけれども、こんな感じですね。カラオケ用のマイクだったらここら辺、この辺りに何かついてるかとは思うんですけども、最近ちょっとピントが合いにくいですね。これありましたね。こういう感じのマイクで、これマイクはその単体だけではやっぱり使えないみたいなので、これに対応するその専用コードっていうのも別で買いました。専用コードはこちら、オーディオテクニカっていうメーカーの、イヤホンでよく売り出されてるところで多分有名なメーカーだと思うんですけども、こちらの、専用標準、モノラル標準プラグって書いてあるものを選びました。型番は XLRF プラグになります。初めてこういうのをメカ的なものを購入したので、何を買えばいいのか、うろうろ売り場をさまよっていた覚えがあります。こちらは私はヨドバシカメラで購入しました。で、専用プラグっていうのが、こういう開封すると、こういうもので、これに、こちらに、先ほどのマイクのこれを、合わせてカチッと合わせるそうです。で、合わせた後、こちらのプラグで入力出力専用対応の、オーディオインターフェースなり、カラオケだったらカラオケ用のデバイスなりこう差し込んで使えるそうです。ただ、カラオケ店とかで使用するときはちょっと事前にお店の方の許可を、取らないといけないみたいです。ちょっと購入したので使えるかはちょっと分かりかねますけれども、
まあ初めて、まあ、こういうマイク的なものを買ってみた動画でした。また使ってみたいと思います。拙者親方と申しますれば、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町へ上りへおいでなさるれば、聞くくり、聞くくり、右くくり、合わせて聞くくり、向きくくり。